自由民主党総裁。私自身が総理総裁の頃、日本の経済の実態をもっと余力があると思っておりましたために財政再建を急いだものが、結果として今の不況の原因の一つになっていること、これは私率直に認めて国民にもお詫びを申し上げます。その上でその悔しさと経験をバネにして、何としてもこの状況を乗り切りたい、そして新しい明るい明日にページを開きたい、そのために今までの経験をすべてつぎ込み、政治生命をつぎ込んで全力を尽くしていきたい、今そう考えています。成功増改革路線を取るのかということについても、それぞれ違いがあるよ。私は現在のいろんな経済情勢を見ていますと、構造改革なくして景気回復ないと思っています。景気回復してから財政再建に取り組むんだ、構造改革に取り組むんだというんじゃなくて、今から構造改革をする、財政健全化のためには何をしたらいいか、そういうことをはっきり示すことによって経済に自信が持てる、そう思いまして、構造改革なくして景気回復なしという気持ちでこれからの経済運営に当たりたい。これはもう管理者に、どうやってこの状況から脱出をして 3、4% の成長率に乗せていくかと、そのためには私は必要であれば財政出動も必要だろうし、また減税も必要であろうと。経済の再生によって景気、いわゆる不況という感をなくし、そして不安、失業の不安、そういったものをなくしていく、そういったものに全力を挙げていく、そういった決意で今回の総裁選に出馬させていただきました。龍太郎君、亀井静香君、小泉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 君